いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回からですね、初心者向け動画ということで、モンスターだとか、城のギミックだとか、アイテムカードだとかの解説を交えながら、城攻略をしていくっていうのをやっていきたいと思います。あとはですね、攻略中の判断をどうしているかだとか、そういったものを言語化しながら、見ると上達できるような動画を目指していきたいなと思っています。じゃあ、もうすでに砦2はクリア済みなんですけども、砦2の城から、順々にやっていこうと思います。ということで、よろしくお願いします。まずですね、右に見える敵がリザードですね。倒してみますね。リザードはですね、この、トカゲの、倒すとトカゲの尻尾の状態になって、これをしばらく放置していると、またリザードが復活するっていう敵なんですけども、こいつはですね、他のリザードが出てきたときに、そのトカゲの、倒す場所を重ねてあげると、本来だったら2体復活するところが1体にできるっていう技がありまして、このリザードを倒すときは、なるだけ、リザードの死骸があるところ、尻尾の上で倒してあげるといい。ということで攻略進めていきます。この敵はモコですね。最初から眠ってるんですけども、プレイヤーが近寄ると起きます。攻撃力防御力も弱いんで、意外と戦いやすい相手ではあります。敵が結構いっぱいいたので、一旦通路に入りました。これはもう基本の動きなんで、敵がいっぱいいたら通路に入る。この敵はクリッキーですね。1マス離れたところから遠距離攻撃を行ってくるので、この敵の場合は、上か下どちらかに移動してあげて、引き寄せてあげると、遠距離攻撃を受けずに倒すことができます。で、このギミックがジャンプヨガって呼ばれているもので、これ、乗れば一番わかりやすいんですけど、乗るとフラーのランダムな場所に着地します。これをですね、何回か繰り返してると、たまにですね、壁の上に乗ることがありまして、乗るまでやってみます。リザードは重ねて倒す。あんまり確率は高くないんで、乗れるまで頑張ってやりましょう。なかなか上に行けないです。ガードは重ねて倒す。かなか上に登れないです。まあもともと上に登れる確率あんまり高くないんですよね。せっかくなんで上に登れるまでは頑張っていきます。なかなか上に上がれない。はい、ようやく上に上がれました。上に上がるとですね、視野がもう全部見えるようになって、この壁の上を自由に歩くことができるようになります。で、この状態だとアイテムカードを使うことができなくて、攻撃しても、モンスターに攻撃ダメージが入らないんですよね。これやってみると分かるんですけど、この状態でも空振り扱いになってしまう。で、上に上がるとですね、アイテムの位置と階段の位置が分かるようになるんで、まあ運よく、探索し始めの時に上に上がれるとめちゃくちゃ強いという感じのギミックです。ということで、まあ2回以降やっていきますね。パックル。この緑色のウサギはパックルですけど、特に何も特徴もない敵ですね。上上がって。こいつがキラーホッピーですね。2対1はきついんで、一旦下がって戦います。こいつはカードガードで、まあ、カードがあるとカードの方に向かっていくっていう敵なんですけども、まあ、それ以外は割と普通の敵です。シャンプーカー使ってこんな感じでアイテムカードの位置が全部わかるようになるんですよね。まあ、階段もそうですけども、これがね、結構強いんですよね。ということで、引き続き攻略進めていきます。キラーホッピーはですね、このままだと、プレイヤーに近づいてこないので、まあ、基本的には通路で戦って倒しましょう。次のフロアに。プリースト青って敵ですね。こいつはちょっと厄介な敵で、叩いて自分を回復することがあるんですよね。まあ、今みたいに2回攻撃すれば倒せる状態であればあんまり厄介な敵ではないんですけども、これがですね、例えば2発で倒せない状態、2発で HP ゲージが残る場合だと結構厄介で、2回殴った後に回復されて全回復されて、2回殴って全回復されてってなると、どんどんダメージが蓄積してしまうので、そういう場合は結構厄介ですね。こいつはカブーって敵ですね。特に能力がない敵。これはケムンパって、こいつも能力がないです。今の動きなんですけども、右の通路から敵が来た場合に、カブーをこの下のところに置いとくと、右から来た敵が、まあ、通路へ帰ってくようにできるんですね。そのため通路を塞ぐためにちょっと動いたって感じです。これはギアコプターですね。こいつも特に特徴がない敵です。一応ファイヤーでは倒せないです。試しに打ってみましょうか。まあジャンプ床、まあさっきみたいに上に壁の上に上がれればいいんですけれど、囲まれた時の対応カードを持ってない場合はあんまり使わない方がいい場合が多いですね。ということで祭壇が3つがありました。クリアします。こんな感じでですね、まあ、敵だとかモンスターカードだとか、まあどういう意図でこういう動きしますっていうのを解説しながら、まあ、進めていこうかと思います。今回はですね、そうですね、じゃあこの砦2の黄色の城を全部攻略するまでやっていきましょうか。じゃあまずはマトックからやっていきます。まあなんか黄色の城やるとき、まあ持ち込むカード何がいいんだろうなってとりあえず迷ったら、ポーションを半分、攻撃系カードがまあ1枚2枚、まあ攻撃系カード3枚ですかね。ポーション5枠、攻撃系3枠ぐらいにしてあげると、まあ大体安全ですね。で、右の持ち込み目安っていうのがあるんですけども、この目安の顔が、緑色のゲージのところまで上げてやると、まあ安全です。これ参考にならないこともあるんですけども、基本的には結構信用していいと思います。ということで攻略していきます。この城のギミックが、トロッコがあるんですけど、トロッコっていうギミックなんですけども、まずはちょっと探してみます。敵が複数いるんで、一旦下がります。で、これがトロッコですね。トロッコに乗ると、この線路の部分に沿って進むことになります。で、カードは拾えなくて、敵がいた場合はそのまま敵にダメージを与えて、そのまま進む形になります。こんな感じですね。一ターンで結構いっぱい動けるのがいいんですけども、まあ、トロッコを降りた先で囲まれてるってことが結構あったりする時もあるんで、まあ、囲まれた時の対策アイテムがない時は結構危なかったりします。あ、操作ミスじゃん。こういう風に敵が並んでる時はスピアとか結構強かったりします。はまあ下動いて部屋内で戦うか、左の通路に行って戦うかっていう2択なんですけども、個人的には部屋の中で戦った方が安全な場合が多いので、部屋の中で戦います。その今、戻り階段の上に、敵の予兆が出てるわけですけども、この予兆は主人公がいたり、仲間モンスターがいたり、寝ている敵がいたりすると、湧かない状態を作れるので、蓋をするって言ったりするんですけども、この状態であれば、比較的安全なんで、ただ動かないといけないんで、一旦右下に動いて、ちょうどいいタイミングでクリッキーが出てしまいました。とりあえず、スケルトンを倒します。こいつも能力ないです。ドロップも取りますかね。フロアの回り方みたいなのも一応あるんですけども、こんな感じで割と、素直なマップであれば別にあんまり考えなくていいんですけど、基本的には一筆書きでなぞれるような形で進んでいくのが一番いいです。あっちこっち行ったりしていると、やっぱりその分、敵の予兆が出てきて、敵と戦う回数が増えてしまうんで、なるべく時計回りというか一筆書きのようにフラを回れるといいですね。ちなみにこいつはスターバグですね。こいつも能力がないです。体力はだいたいそうですね、8割ぐらい、部屋回復もあるんで、だいたい8割ぐらいの HP を維持していれば、フロア回る分には安全ですね。ちょっと上がっちゃいますね。こういうツールの場合とかですね、基本的には、右から回っていくのがいい感じですかね。これ、右から回って、ぐるーっと左回りで、一筆書きの形がなぞれそうなんで。階段見つかっちゃったんで上がっちゃいますね。こいつはベビードラゴンですね。クリッキーと同じく一マス先にいても、遠距離攻撃をしていきます。こいつはファイヤーで倒せないので注意です。これはそのまま殴りましょうか。例えば探索のコツとして、こういう上から伸びてる通路なんですけども、上見る限り、こういう風な長い通路に関しては、基本的に歩かない方がいいですね。歩いたとしても、部屋があったりなかったりするんで、こういった通路には行かないで、このまま下の通路に向かいます。スキップですね。スキップは、持ってきましょうか。このカード結構面白いんですね。試しに使ってみますか。スキップ状態であるけど、まあ1マス飛んでその次のマスに飛ぶっていうのができるんですけど、逃げる時なんかは結構便利ですね。こんな感じでこれ斜めにも飛べるんですよ。こんな感じで、これはちょっと逃げ切れてないですけど、でこのままゴブリンを叩いてもいいんですけども、個人的に好きなのは、ここで右上に動いて、上から敵が来た場合でも、その敵を追い返せるようにした方が、まあ安全な気がします。こいつは、フロッカですね。こいつも、特に能力がない。上がっちゃいます。こいつがフェラリーベルですね。どういってみようか。こんな感じで。フェアビリーベルはですね、1体につき1回まで敵の予兆を出すことができます。で、フェアリーベルからフェアリーベルを、生み出されることはないみたいなので、そこは安心してほしいですね。で、これ結構厄介なんで、片方の予兆を主人公で塞ぎつつ、もう片方の予兆を待って倒そうと思ったんですが、余計な敵が1体来たんで、こいつは3があると思います。これは普通にキラー B のモンスターカードを使いました。これゴールかな。 OK ということで、マトック城をクリアです。じゃあ次、マウント城行きます。とりあえず困ったら回復5枚に、攻撃系3枚ですね。黄色城は多分、まあ、大体はこれで問題ないかなと。でここの特徴が、ワセル障害物があるっていうやつなんですけど、この障害物、まあ、色が黄色、青、赤ってあって、青の障害物を攻撃すると、こうやって消えます。で、黄色の障害物を1回叩くと、青い障害物と同じ状態になって、2回叩くと倒せます。本当にただこれだけです。で、一定時間、フロア内でターンが経過すると、この壊せる障害物が湧いてきます。まあ、この特徴の厄介なところって言ったら、そうですね、例えば階段の部屋、階段部屋のところにこの壊せる障害物が湧いて、まあ、敵がいっぱい溜まってしまうことがあるっていうのはちょっと、まあ、怖いところですね。お、赤い障害物がありましたね。これもしばきますか。まあ、こういうのもめんどくさいですよね。本来であれば、そのままカード拾っていけるんですけども、3ターンかかって、アイテムを3ターン殴って壊さないとアイテムがめくれないようになってるのはちょっと厄介ですよね。マルチスリープって感じ。マルチスリープは結構いいカードですね。まあ大体1枚持っとけば安心って感じです。こんなに囲まれてもマルチスリープで大体の状況は切り抜けられるので。まあこれは通路に下がって普通に高くなる。HP が減ってきたんで回復。階段上がっちゃいますね。じゃあちょっとパニックの解説もしましょうか。パニックはですね、使うと敵が混乱して、まあ、ランダムに動くようになります。パニックの特徴として必ず移動をして、移動ができない場合は攻撃をする、敵モンスターが隣接している場合は、敵モンスターを攻撃することがあるみたいな感じになってます。だから基本的には部屋内にいるときはパニックはもう安全なカードと思ってもらってる。でちなみになんですけど、この敵はポルタって敵です。もう一体ポルタが出てくるので、ポルタを探して説明します。こいつがですね、ポルタの周りだから25マスっていうんですかね、 5×5 の25マスまで近寄らないと、ポルタの姿が捕捉できないっていう敵です。いきなり湧いてくるように出てくるので、ここが厄介な敵ですね。こんな感じですね。こいつらはマルチファイヤーでしばくことにします。でこいつがバルチャーですね。攻撃を食らうと主人公がプレイヤーが一歩下げられるっていう攻撃をしてきます。逃げるときは結構便利なんですけどね。よっこいでしょ。まあ、こういう場合、このまま攻撃してしまうと、まあ、試しに攻撃してみましょうか。階段に戻されるんでとても厄介なので、バルチャーと戦うときは基本的に壁を線にして戦うというのをやってみてください。もう一体バルチャー出てきた場合、もう一回やってます。で例えばバルチャーがこう来た場合に、壁を線にした状態で戦うと、まあ、下げられません。上がっちゃいますね。これは右なのか。階段ありましたね。この敵が魔導士で、こんな感じで遠距離攻撃。こいつはですね、5マス先までいても遠距離攻撃をできます。結構厄介ですね。こいつが花蛇で、特にこいつは能力がない。ということで、マウント城をクリアです。じゃあ今回の動画最後のお城警部城をやってきますね。アイテム部屋ありの特徴のお城です。敵はいたんですけども、別に戦う必要なさそうだったんで、下がって別の道から行っています。こいつはリックスですね。リックスはですね、縦横しか移動してこない敵で、まあ、こんな感じで、ちょっと普通の敵では違う動きをしてくるんで、そこは注意が必要なんですけども。障害物とか使うとですね、このリックスを足止めしたりできるんですけど、それはちょっとなんか、いい状況ができ次第やってみますね。こいつはホッピーですね。キラーホッピーと同じく通路で戦うのが基本です。あれ、キラービーは解説しなかったね。特に能力ないです。ホッピー、キラービー。アイテム部屋って特徴がですね、まあ、もうちょっとなんかカードがいっぱい落ちてる城だと分かりやすいんですけども、カードの落ちている部屋みたいのがありまして、この部屋にアイテムカードが偏るっていう城特徴。なので、サキュバスいましたね。まあ、だから、アイテム落ちてない部屋と落ちてる部屋の格差が激しいので、まあ、アイテム部屋を見つけた場合は次のフロアに行った方がいいって感じですね。この敵はサキュバスで、主人公が隣接していない時にランダムで、フロアのどこかに、ワープするっていう特徴があります。まあ、逃げたい時はちょっと下がってやると気づいたらいなくなってくれたりします。こんな感じですね。で、この状態だと、サキュバスは、反撃をしてこないんで、まあ、ヴァンパイアハンターとかで、まあ、これ、例えば、これ、一歩下の位置に移動してたりすると、ノーダメージで攻撃を与えたりすることができます。なかなかあんまり使うことはないんですけどね、このテクニック。ということで、上上がります。こいつがマジックハットですね。ダメージ、まあマジックハットは攻撃してくるときにダメージを受けると、マジックハットと攻撃、マジックハットとプレイヤーの位置を入れ替えるっていう状態になります。こんな感じですね。こいつはですね、いっぱいマジックハットに囲まれたときに結構厄介で、まあ大体基本的には通路で戦ってあげると安全だったりします。ああ、これはちょっと厄介ですね。ですね、マルチファイヤーを基本的には打てばいいんですけども、ですね、一応1対1で戦う方法が一応ありまして、まあ、一発余計にそのダメージは受けてしまうんですけど、上に移動するとこんな感じになって、こんな感じになってくるな。で、このままマジックハットを殴ってしまうと、カブー2体に囲まれてしまうんで、もう一歩下がってから戦います。するってと、こうなって、カブーを先に殴ります。まあ、まあ結果オーライとしましょう。会心にいたんでね。上がります。こいつはキャンドロですね。こいつはですね、こいつが通路にいるときも、こいつが通路にいるときに、なんだろう、この通路を周り、こいつの周り9マスですかね、を照らして、敵がいるのを見えたり、まあ、このキャンドル自身の姿を捕捉できたりします。こんな感じです。だから通路にいてもキャンドルの位置が見えるので、まあ、通路で不意打ち受けないようにしましょう。これがアイテム部屋ですね。フロア内のアイテムは全部ここに固まってる。こんな感じですね。逃げるんですね。じゃあこのまま次のフライングです。こいつはピカットですね。ピカットはですね、倒すと一旦だけブライト状態、まあ、視野が全部広がった状態になります。で、一旦立つとまた元に戻ると。なんか今一瞬下に敵見えましたね。あー、なるほどね。ピカットがいると。この右にいる敵は結構厄介で、赤、プリースト赤って敵なんですけども、一旦上、一歩下がってから戦います。プリーストが戻ってきた。まあ、こいつも、プリースト青と同じで回復をするキャラクターなんですけど、周りの敵を回復することもあります。なので、まあ、かなり厄介ですね。集団でやってきたら。まあ、1対1で戦う分には、まあ、そんな厄介ではないんですけど。そこに、今寝てるやつがトイモンキーってやつで、左の敵はキラービー軍ってやつですね。どちらも特殊能力ないです。トイモンキーはキラービーよりもちょっと強いぐらいですね。ということで、警部城もクリアです。まあ一応第1回ということでね、こんな感じでやってきたんですけども、まあ、これをですね、まあ、このクエスト全部クリアするまでやっていこうと思いますんで、まあ一応本当に初心者向けの、なんですかね、解説とかを、まあ、しゃべくりながら、攻略進めていこうと思いますので、また次回もね、見ていただければと思います。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。第2回でお会いしましょう。お疲れ様でした。